3つ目なんですけれども、はい、ここからはソロストリングス、ソロバイオリンか、うん、ソロバイオリンの音源に行きたいと思います。すごいですねこれね。これは、UVI ワークステーションで動くビアハーモニックっていうベンダーさんのボヘミアンバイオリン、ボヘミアンバイオリン、はいはい、っていうライブラリーです。はい、でちょっとこう今までのものに比べると、はい、有名、そんなに有名じゃない、うん、ちょっとマニアックな毛色かなとは思うんですけれども、はい、このなんでソロバイオリン音源を、まあ、そもそも買ったのかというとこなんですけれども、うんうん、ソロバイオリン音源ってすごく最近リアルになりました。ここ何年かで急に、うん、急に急にリアルになった。でその中で、はい、まあ、いろいろなアーティキュレーションとかスクリプトでいろんな情報を動かしてると思うんですけども、うんうんうん、リアルなんだけど、こう鍵盤で弾くと遅れる、はい、うん、っていうものが結構あったりして、はい、で個人的に鍵盤でリアルタイムで打ち込んでいくケースがすごく多いので、はいはいはい、それだとちょっとやりにくいなと。うーん、で音が良くて、はい、そして、リアルタイムにちゃんとついてきてくれるような音源ないかなって探した時に見つけたのが、はい、この音源なんですけれども、ね、はい、普通に鍵盤弾くだけで、みたいな形ですごく生々しい、うん、そうですね、サウンドを奏でてくれるっていうのがこのボヘミアンバイオリンのいいところかなと思います。はい、今画面のこの辺りですね、はい、見ていただくと、うんうんうん、今弾いてる強さとあと上げ弓下げ弓、はい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 、っていうのを自動的に切り替えてくれるので、うんうん、あの従来の例えば細かく打ち込める音源であれば自分でこうアップの棒なのかダウンの棒なのかっていうのを、うんうん、設定しながら打ち込んだりとかっていうのをしなくちゃいけなかったりすると思うんですよ。でもちろんすごい細かく打ち込みたいよっていう方はそちらの方がいいと思うんです。はい、でも、うん、楽な方がいいじゃんと本会ですねっていうね。なので、言葉を選ばずに言えば、はい、リアルタイムに鍵盤で弾いてそのままリアルに使える音源、はい、っていうのがこのボヘミアンバイオリンなのではないかなという感じです。うん、でもちろん、うんうん、キーノート、はい、キーノートじゃない、キースイッチ、はい、キースイッチでアーティキュレーションを使うとか、うん、切り替えるっていう使い方も当然できますし、うん、うん、すごく、簡単に使えて、はい、本当に何て言うんでしょう。サクサク打ち込める、うん、ので鍵盤が弾ける方にはすごくおすすめです。うん、なるほど。 GI 自体も結構そのスキッとしてるのが個人的にはいいなって思うんですけど、はいはいはい、まあ、僕これ持ってないんで初めて見るんですけどいいなと本当に思います。まあ、その絵のやつはまああれとしても裏側にその設定の画面入った時も見やすそうだし、そうですね、本当に最低限で、うん、ただこれ アーティキュレーションは、はい、今後アップデートで増えていくよっていうアナウンスがもうされてるんですね。ああ、そうですか。で今1回目のエクスパンションが出てるんですけど、はい、これまだ当ててない状態なんで本当に発売初期の段階なんですけどはいはいはい、これ今後もっと細かい奏法っていうのも増えていくよと。はいはいはい、はい、でこの辺はあの実際多分ウェブページ見ていただいた方が分かりやすいと思うんですけど、今後こんなタイム感で、でロードマップがもう公開されてるので、うん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 、その辺見ていただくと分かりやすいかなっていう。なるほどです。はい、はい、っていう感じです。はい、